それはたった一度だけ死んだ人と会わせてくれる案内人。死んだ人との再会を叶えてくれるつなぐっていう人がいるらしいんだよ。面白いそれ。ご依頼の件で来ました。僕がつなぐです。お前が。突然の別れに告げられなかった思い。俺がおふくろのこと決めて何がいいんだよ。もう一度謝りたくて。大変、みそのが交通事故で運ばれたって。僕が騙されてて今もどこかで生きてるならそれでいいんです。父さんと母さんが死んだ本当の理由って何？つなぐでどっちかに会えばどうして俺を置いて死んだのかが分かる。ばあちゃんは？はい。父さんに会いたい？夜空に。嘘だろ。人のところに行かせて。ダメなんだ、一回だけって決まりだから。会うことで忘れられても構わないから、あんたに先に進んでほしいかなって。彼女が死んだっていう事実が受け入れられない。本当に今日しかないんだ。あんたの優しさだったんだろ。ごめんなさい、ごめんなさい。大好き。大好きだよ。私のせいなんだ、ごめんな。大切なことは心で見るんだ。その時最後に伝えたい思いは何ですか？つなぐ。